台湾、日本に感謝、ワクチン提供で。4日に日本政府が提供したワクチンが無事台湾に届き、台湾政府の皆様が日本に対して感謝を表明しております。まず、蔡英文総統が、ツイッターにて、言葉では言い尽くせないほど感謝しています。これからはワクチンの生産と接種を着実に進めていき、すべての台湾国民、そして世界の人々が、 パンデミックの恐怖から解放されるまで我々は努力しなければなりません。頑張りましょう。また動画の中で、奔走してくれた双方の関係者に心より感謝します。皆様のおかげで私たちは価値観の共有に基づき互いに信頼し助け合うという日体友好の真髄を改めて目にすることができました。さらに Facebook にて、 同じ信念を抱く人たちが互いに支え合わなければなりません。6月4日というこの日に日本からのワクチンが台湾に届きます。私たちは同じように自由と民主の価値を堅持する。32年前のこの日、天安門広場で犠牲になった若者たちのことを忘れることはありません。自由と民主を誇りに思う台湾のすべての人たちがこの日を永遠に忘れず、 信念を固く守り困難にも動揺することがないと信じていますとさらに台湾の外交部は日本の友人からの温かいご支援を我が国の政府と国民は永遠に心に留めておくと表明しましたまた中央感染症指揮センターの陳自中指揮官は日本が熱い義理人情を示してくれたとても感謝していると表明しました さらに台湾の桃園市の市長はツイッターにて、このような写真とともに、心ここより日本の人々に感謝します。無事に日本からのワクチンが到着しました。桃園は台湾の空の玄関口だけでなく、コロナ禍を一緒に戦う日体の窓口でもあることを誇りに思います。引き続き頑張りましょうとなっておりまして。他にも台湾の中央車によれば、 台北101がこのように特別ライトアップされておりまた Facebook 上などにこのような画像も投稿されている模様ですこの台湾中国政府、中国共産党の妨害で必要な量のワクチンがなかなか確保できないという事態に陥っておりましたが日本がワクチンを提供しまたアメリカもワクチンを提供する予定でありその後は台湾国内において ワクチンの製造が始まりますので、日本とアメリカのワクチン提供によって、ワクチン接種が進んでいくものと思われます。台湾政府には今後も必要があれば、日本政府に支援を要請していただき、これまでも台湾政府は 日本のさまざまな災害に対して支援を行ってきてくれておりますので日本としても必要があれば台湾政府を支援する用意があり今回もそのような場においてワクチンの提供が決定されましたぜひとも台湾政府には現状強力な感染症対策を徹底しても ワクチンがなければ感染が拡大してしまうということが台湾においても明らかになっておりますので、ワクチン接種をお進めていただき、なんとか台湾においてもコロナ禍の収束を目指していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。